甘口から口人間性がわかるプロ野球のリクエスト阪神岡田章信監督に一部の虎党の暴走リプレイ検証恐るべし8月20日リプレイ検証とはお考えさせられる光景だった18日横浜スタジアムで行われた d n a 戦での阪神岡田章信監督の猛抗議執念投資冗談じゃない このシステムを経たジジャッジに対して意義はご発しかもリミットの5分を超える行動退場にならないのが不思議だった一点を追う9回の阪神の攻撃一死一塁からの2刀がアウトに終わったベース上の工作は走塁妨害に当たらないが判定の根底最初に説明を求めたとあって岡田監督の行為は抗議にはならないとかそれでも途中から月光 退場になると通告されても俺はベンチに行かん何とも言えないシーンだった2010年本塁打限定で始まったビデオ判定変遷を重ねて誤審が消えたよりもこれだけ誤審があったのかが浮き彫りとなる制度も時間の経過と,とともに野球の意思として認められているただ今回同様奇妙なケースに直面する時がある西市 二塁での平凡なゴロを三塁手がハンブル後、二塁に転送微妙なタイミングでセカンドは念のため一塁送球で4アウト目を取った無関係となった二塁のプレーに最高を求めたのが巨人原辰徳監督セーフでもチェンジなのにだ理由はファーストを見ていなくて審判員の能力だけではなくリズムに乗れないチームの責任者や 自分の決断が正しいと常に言い切るショーの胸の内も丸裸にするリクエスト、同時にファン起室までもむき出しにする、ハマスタに投げ込まれたゴミ、メガホンにコップ、暗黒時代に戻ったかのような場面に言葉を失った、当事者と一部の人間の性格まで明らかにするリプレイ検証、本当、侮れない。